お疲れ様です。パーソナリティのナナです。今日も動画をご覧いただき、ありがとうございます。今回は、日本人がいなくなった街がまさかの変貌。日本と中国のマナーの差に世界が絶句。をお送りします。お隣の国では、日本の観光客が減少している一方、中国人の観光客が激増しています。その影響で、観光地の雰囲気がガラッと変わってしまっています。隣国のメディア、ニューシスは、主要観光地の流通業者たちが中国人向けにシフトしている現状をリポートしています。その記事によると、2017年の時点で、1から8月に、お隣の国を訪れた日本の観光客は、前年比 11.1% 減の154万3773人だったのに対して、中国からの観光客は、前年比 39.8% 増の411万9337人とのこと。ちなみに、2019年は、年間の隣国への日本人観光客の数は、12年ぶりに300万人を超え、前年よりも増加しましたが、日本の輸出管理規制が厳格化された昨年7月以降は、また下降曲線が続いています。これに対し、中国人は、韓流ブームや政府同士の接近などもあり、観光客が増加しているようです。これにより、かつて、縁の街と呼ばれたソウル市のミョンドンは、今、なかなか日本人観光客に会うことができない、という状態になっています。いらっしゃいませという日本語が頻繁に飛び交っていた場所も、今や、傀儡という中国語が主流になっているといいます。あるシンクタンクの研究者は、百貨店、免税店、スーパーなどの流通業界は、マーケティングを中国人観光客向けの路線に切り替えており、今後もこの流れは続いていくだろう、と分析。そして、中国の観光客の目が超えるのに合わせて、ホテルやレストランなどの施設をハイグレードなものにしていくべきだと提言しています。このニュースに対して、多くのお隣の国民がネットにコメントを書いていますが、その中でも目立つのが、中国に対する拒絶反応と、意外にも日本人に対する高い評価でした。ここで、そのコメントの一部を紹介していきます。中国人は金を落としてくれるのはありがたいが、海外に出たら少しは行儀よくしてくれ。ミョンドンは以前は日本みたいだったが、今はまるで中国。街が雑然としてゴミゴミした雰囲気に中国人が多く住む都市は時期に滅ぶな。先輩が宿のフロント係なんだけど、日本人客は翌朝布団もきちんと畳んで出ていくが、中国人が出た後は必ず何かがなくなり、部屋は汚れ放題なんだとか。観光客として日本人ほどマナーの良い民族はない。自分たちで日本人観光客を追い出したのに、いなくなってから日本人を評価しても遅いよ。布団を畳んだり、洗面所の水滴を拭いて出るのは日本人観光客の常識。中国人がそれをやり出したら、そこから本当の脅威が始まる。さて、中国人観光客に対する悪い印象は、お隣さんだけでなく、もはや、世界の共通認識となってしまっています。このことについて、中国の人たちはどう考えているのでしょうか。中国メディアの海志信は、中国人から見て、日本人の言動や立ち居振る舞いが、上品で礼儀正しく見えるのはなぜか、と、疑問を投げかける記事を掲載しています。記事では、中国人観光客のマナーに対しての海外からの評価について、悪評を耳にするたびに、中国人の多くは、いたたまれない気持ちになってきた。一方で、日本人は、常に上品で礼儀正しいという評判を築いている。ここには、圧倒的な差がある。と主張しています。そして、中国人から見た日本人のイメージは、笑顔でお辞儀を繰り返し、非常に穏やかな話し方をするだと言います。さらには、時間を厳守し、困っている人を見かけたら、進んで助けるといった礼儀正しさを、子供から大人までが身につけている印象だと主張し、中国人自身も、実は、
日本人と中国人の気質には大きな違いがあることを感じていると論じています。続けて日本がこうした礼儀正しさを会得している理由についても言及。いわく日本人だからといって必ずしも生まれた時から礼儀の気質を持っているわけではなく、日本人が礼儀正しい国民性となったのは唐の文化を学んだからではないかと主張しています。中国人はみんな古代中国は礼儀の国だったと認識しているが、その礼儀が日本で今も息づいているのだろうとの見方を示しました。さらに日本人は周囲の目を気にする恥の文化を持つ国民性であることも礼儀正しく振る舞う要素の一つだと指摘し、故にいつも穏やかな表情を保ち、相手に対して真摯な受け答えをすることで相手に少しでもいいイメージを残そうとしていると主張しています。では日本レベルのマナーをとまではいかないにしても、どうして中国人観光客のマナーの悪さはずば抜けているのでしょうか。その理由はどうやらそもそもの文化の違いにあるようです。ここで日本と中国のマナー、文化の違いを簡単に紹介しましょう。例えば飲食の持ち込み。日本ではレストラン等に飲食物を持ち込むのは原則禁止されていますが、中国では道路の両側に屋台や食堂が多く出店しており、他店や夜市で購入した料理や飲み物を持ち込んでも何も問題はありません。当然飲食店の中にはたまに持ち込みを禁止している場合もありますが、大抵は許可されています。飲食店で働いている方なら席に通した中国人観光客が他店で購入した食べ物をテーブルの上に広げて食べ始めてしまった場面に出くわしたことがあるかもしれませんね。日本人からしたら信じられない行為ですが、中国人から日常的に行っていることであるため悪いという認識がそもそもないのです。また食事中ナプキンなどを床に落としてしまった時の対応も異なります。普通は落としたらその場で拾うものですが、中国人の場合落ちたものを拾うのは清掃員の仕事の邪魔になると考えるため、そのまま放置しておくのだそうです。日本だけでなくほとんどの国では失礼な行為ですが、中国ではそれが当たり前のマナーなのです。ここで世界各国の中国人旅行客についての反応コメントを紹介します。文化の違いと言われればそれまでだけど、さすがにトイレを流さないのは勘弁してくれ。勝手にお店のスプーンやフォークを盗んで持ち帰るのも文化なの？ねぎるのが大好きで、断ると大声で怒鳴るから怖くて仕方ない。台湾に行った時、タクシーの運転手に中国人と間違われて雑な対応をされたが、俺が日本人だとわかると一瞬で表情が明るくなってたくさん話しかけてきた。日頃の行いの差だな。いかがでしたか？当チャンネルの感想ですが、日本には日本の、中国には中国の文化と作法があり、多様性が認められるべき、この時代、お互いを尊重し合うことは大切だと思います。しかし、ゴミを平気でポイ捨てしたり、路上で用を足したり、お店やホテルのものを勝手に持って帰ったり、というマナーの悪さは、文化の違いで片付けられる話ではありませんよね。実際、日本人がいなくなり、中国人が増加した隣国の街は、ポイ捨てされたゴミで溢れ返ったそうです。当然、みんなマナーが悪いというわけではないとは思いますが、もう少し、現地の人のことを考えてほしいですね。よかったら、皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。